したかっけ。爆睡だ。プースかプースかね、したよ。自分もでしょ。プースかって言ってた。プースかなんて言わないよ。ケルの花。なんか横で寒い寒い言って。なんだ。寒かったよね。あんた寝袋かけてやったんだぞ。うん。ありがとうありがとう。うん。かけてないでしょ、寝袋。一瞬寒くなったね。でも今また、めちゃくちゃ暑い。天気予報。ああ、暑い。雨は降んないわ。そうそう。けど、首についてるぞ、まだ。それ、1時間しか効果ないんだぞ。え、3時間だよ。ああ、3時間か。あの、もうカピカピでしょ、これ。大丈夫か。気持ちいいですね。うわあ、すっきり気持ちいい。よかったね、ケイン今日は寝れたみたいで。ケイトは寝れた？ケイトは普通に寝れたか。なんなのよ、その繊細マウント。全然羨ましくないよ。何よ、繊細マウントって。ペグ抜いてさ、ここにずらしたくない、テント。うんうんうん、そうなの。あと2時間でこのびしょびしょのテントをいかに乾かせるかが今日のポイントです、テーマです。大丈夫ケン。大丈夫か。何の巣だ、気持ち悪い。アルニカのスカート部分に何者かがなんか卵を産んだみたいで、眉みたいなのがついてたんだよね今。それを虫嫌い北海道選手権第1位の剣が手で取り除いて、ずっと騒がしかったっていう。大丈夫か剣。太陽の下にずらしまして、コーヒー飲もうと思ってたけどちょっとお腹ペコペコなので、もう朝ごはん作ります。今日の朝はケンが作ってくれます。はい。なんかパスタって基本ケンみたいなとこある？いや、そんなことなくない。おしゃれパスタ前になんか作ったっけ俺。美味しいミート、あカルボナーラ作ったね。この間家で生クリームを使わないカルボナーラ作った。なんか無性に食べたくなってインスタで出てきたんだよ。さっきの場所が暑すぎてサイトの後ろの方に移動して、今木の下に T シャツの中汗だくなんで。暑すぎ、今日涼しいと思ったのに。ね、ケン、これ冷製パスタです。じゃあもう茹でていいのかな、これ。あれもう沸いた。もうじき3分で茹でれるから。ドハマり中、粉笛で作れる早茹で3分の2パスタ。生ハムも余ったから。これはどうしようかな。入れすぎ？生ハム。いや、この具材だけでいいからだけど、他にメインがあるでしょ。あります。こちら。ズワイガニ。しかも 20% 引き。そう、缶詰で買うと600円か700円ぐらいするんだよね。逆に美味しそう。これも入れます。とエビ。男の料理ってなんか
豪華になりがちじゃない、あんまりいつも買い物に行かないからさ主婦はさ、普段の買い物いくらにしようみたいな、そういう予算とかあったりする。その日しか使わない調味料とか。そうそうそう、冷蔵庫の中はあんま気にしないもんね。急に白ワインとかそうそうそう、そういうの増える、うん、4分だよ、うん、3人前天が。待って待って、臭い臭い臭い、やばいじゃんこれどうしようこれ。いや、これ地面はアウトで、ここ、ここはセーフ。事件勃発です半分の長さにしてくれてるやつなのにこぼした入らない。冷製パスタはなんか塩多めらしい。あ、そうなの、うん、トマトに塩を振っといた方がいいみたいなんで、軽くこんなもんかな。トマト、先にオリーブオイルの方がよかった。こんなもんかな。で、生ハム、クリームチーズ、もうあとはね、乗せていくだけです。と、ちょっとエビなくてもよかったかも。結構ね、めんどくさいね。エビのためだけにお湯沸かして蒸しましたで、最後に今日の目玉です。さっきも紹介しました、ズワイガニ。初めて見る。うん、俺も飲むかな。いいね。と塩もで全部混ぜますよ。絡めまして、やっぱ俺盛り付け師じゃないからやばいわ盛り付け。いい感じだよ。で、最後にバジル。いいね。わぁ、なんかやった。仕上げに胡椒たっぷりかけて、最後にレモン。うわー、ああ、完成です。題して、題して苫小牧の夏のランチ苫小牧さんのズワイガニかどうかは分からんけど、いろいろ不透明な状態ではありますが、苫小牧の夏のランチトマトジュース買ってみた。止まってますね。友達の影響を受けて朝トマトジュース、はい、今日食べて。うん、じゃあ俺が揺さってやる。やっつ、今年の北海道すごいわ。冬冬食べて食べて。味見してないからね。最後ちょっとなんかめんつゆとかちゃって。あー、めんつゆね。やっとくか一応ね。あるよ。ハマってるね。あるよ。みんななんかネタ古くてわかんないんじゃないか。どうぞ。いただきます。ああ、最高。人が作ってくれるご飯は最高だ。毎回ケイトやってるからよ。大変でしょ。結構塩もかけたからね。ま、店えうまい。めちゃくちゃ美味しいんだけど。本当？麺も完璧。うん、めちゃくちゃうまいじゃん、うん、え、完璧。イタリアンレストランのランチだわこれ。うん、うまいね。めちゃくちゃ美味しいね。うん、うまい。レモンとバジルが素晴らしいね。やっぱり海鮮の風味っていうか、カニの出汁みたいな。あ、なんかうまカニ。あ、カニの風味そんなないか。エビ入れてよかったんじゃない？ね、エビのおかげでなんか満足感が。エビに感謝。なんか冷製パスタにはまりそうだな、うん、この麺さ、うん、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい、うん、思った。なんかただ半分にカットされてるだけじゃないぐらい美味しいんだけど、うん、うん、あー、ちょっと太陽落ち着いて、うん、今ちょうどいい。結構美味しいよ。よかったよかった。まだいっぱいあるからトマトジュースも飲んでみる。おお、美味しい。がっつりトマト体に良さそうな味する。素晴らしいね。飲みすぎた次の日にめちゃくちゃいいのよって友達が言ってて、飲んだらハマっちゃった。この砂糖と塩使ってないやつがやっぱ最高だよね。なんか良さそうだよね。砂糖入ってたら結構意味ないからね。今日は、うん、
てかいつも基本うちらさデイキャンプ延長して、うん、ゆっくりして帰るんだけど、うんうん、今日満場らしいんだよね、らしいこのキャンプ場が。だからデイキャンプできませんってさっき言われて、なんかデイキャンプする感じのタイムスケジュールで動いてたじゃん。うん、動いてた。だから焦って、うん、ケンがパスタ作ってる間に私がもう9割方テント片付けて、うん、あとはしまうだけ。ナイスケイト、ありがとう。すごいチームワークだった。やばかったよね、テントに古代生物みたいな虫ついてていや、やばかったもんな、昨日の虫の量。私がさ、うん、テントの虫と戦っててさ、うん、もうどうしようもないからケンに助けてもらおうかなと思ってさ、うん、パスタ作ってるケンのをちらって見たらケンもさ、うわーとか言ってたんだよねこれは各々で解決するしかないと思って諦めた。なんかいい方法ないかな。いやでもアルニカでだいぶ良くなったよね。うん、良くなった。うまい、うまい。満場になることあるんだね。やっぱ夏。あ、そうか。なんか俺ら平日来てるからさ、結構なんか平日少ないじゃん、うん、だからなんかもう一瞬こうもうキャンプブームちょっと去ったのかなみたいな思ったけど、やっぱ土日はすごいね。勤労で来るの久々だもんね。そうだね。片付け一人だった。偉いぞ素晴らしい。足蚊に刺されまくって、うおーすごっ。え、いやすごいわ。奥の方だからかな。サウナだな。水風呂入ったら虫刺され全部治るから。え、何それ本当それ、うんうん、うわー、ちちちちち、何してんの。やめろって、みんな脇見ようとすんな、アホかなんで脇を見ようとすんのよほら、後ろ車来たぞ。脇見てるところ見られたぞバカだね、あんたは。小学生。県のお風呂とかトイレとか覗きたくなるんだよ。ちっちゃいガラスみたいなのついてるんだよ、うちのトイレ。そこになんかこうやって出たまにやるバカでしょ。でもすりガラスだから、まあ、中は見えないけど、うんうん、見てますよっていう圧をトイレの外からかけるいやすごい汗やばいね。本当に気をつけた方がいいよ。ここのお風呂に入って帰ろうと思ったんだけど、お風呂っていうかもう水風呂でもここで入ってもこっからいた？いないわ。ここで入ってもこっから家まで1時間半ぐらいかかるから、なんかもう家に帰ってキャンプの道具とか全部片付けて、それ家の近くの銭湯にささっと行って、うん、そこにもうちょっと 2,3 時間居座るみたいな方がやっぱり好きなんだよね。ということで帰りますが、って言ってもまだ11時だから、いつもデイキャンプでさ結構遅くまで楽しんでるじゃん。11時に終わっちゃったらさ、うん、ちょっと物足りないから。そうだね。なんか行く？カフェ？スムージーみたいな。あ、いいね。そんなのあんのかい。あ、じゃあ苫小牧にこだわんなくてもよくない？帰り道のさ、なんかどっかに寄ります。今から。エコリ村、ケン、ここにあるんだ。エコリ村って。ラクダ県。ラクダもいるの。待って、羊500匹ぐらいいる。ね、このさ横の石かっこよくない？めっちゃ、うん、オーストラリアの岩みたい、うんうん、え、待って、めっちゃ混んでる。え、キャンプ受付って書いてある。あ、そうそう、キャンプ場もあんだよ。そうなんだ。何ここ、ケン、あそこに
羊がなんかあそこに固まってる、集合してる。なんでなんであそこにいるの。なんかあそこに羊が。羊って同じ行動する。同じ行動する。一匹だけさ、みんなと一緒に行動してないやつがいる。ただそんなことあんの。羊の習性で。あれだけヤギとかで同じ顔してる。みんなあそこに固まって、なんか私にも似てるけど、ちょっとケンのばあちゃんにも似てる。めちゃくちゃ似てる、ばあちゃんに。ちょっと似てるよね。めっちゃばあちゃんっぽい、うん、でこの辺がそう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 、パンチパーマな感じが似てる。ばあちゃんにも似てるわ。ばあちゃんはあの左側の方っぽくない、なんか我が道を行くと。ああ、それあれだね、同調する感じじゃないの、うん、あればあちゃんだ。幸せそうだな、ケイト。めっちゃ来たかったのよ、エコリン村。エコリン村ってさ、もう、うん、結構人気スポットじゃん。俺、来たことないかも。いや、ない。大体は子連れとかだと思うけど、でも、うん、なんていうの、ガイドブックに載ってる系。ノースサファリとかさ。あー、はいはい。あと、そういうの、ハイジ牧場とかそういうやつの、はいはいはい、うん、結構新しくて、レストランとかカフェもあって。なんかよくタカトシランドとかでも来てるから、来てみたかった、うん、いや、いいね、なんかすごい広大で。しかもあっち側のレストランはすごいおしゃれそう。あっちちょっと先見てみる。見てみる。多分ここでアイス買うことになるけど、うん、ジブリみたいじゃない、うん、どこからが有料なんだろう。え、でもキャンプ場ちょっとチラ見したいんだけど。確かに、ちょっと見させてもらう。羊と触れ合えるのかな。いいじゃん、ここすごい綺麗そう。羊と一緒にキャンプできんじゃない、うん、ほら、あそこに羊いるから。しかも直火できる。まさかの直火、すごい。アルパカのなんか紙ついてる。伊達ボッカって書いてる。あれだ、洞爺湖のケン。こっち、いや、それは間違いなくケイトでしょ。ケイトは前世アルパカだもんね。アスパラがアルパカに見えたんだけどね。いや、こっちにやんないでイコールみたいな感じでやんないでくれ。パスタとピザもある。ピザがめちゃくちゃ美味しそうだった。石窯で焼いてた。なんか想像を超える本格的なピザ屋さんだったね。ね。ミルクソフトです。アルパカさんもいます、うん、めっちゃ似てる。激似だわ。ケイトじゃん。ケイトだわ。でも私ケンと初デートの時にさ、うん、自分のなんか顔父ちゃんに送ったらさ、うん、ラクダみたいって父ちゃんから来た。そういうのちゃんと覚えてるよね、うん、多分8年ぐらい前だけど一生忘れない怖い。墓場に持ってくる。いただきます。バニラの顔してるな。めちゃくちゃ滑らかだもん、見た目。ザラではないね。おいしい。おいしい。滑らか系のクリーミー系のクリーミー系初めて聞いた。多分ミルクがまあ原料ではあるけれども、バニラ寄りの味。はいはい、おいしいよ。あのこっちが好きな人もいるから。うん、それこそケイトのお母さんがもうバニラなのよ。うちらがさ、めっちゃ好きなさ、うん、ザラザラ系の牛乳系のソフトさ、うん、こないだ私あれ好きじゃないんですって言ってる人いたじゃん。どこか視聴者の方で。そうだ。で、みたいになってた。うん、そうだ、私あれダメなんですみたいな。だからみんな別に私たちのこと信じなくていい。信じなくていいです。うん好みだからね、うん、なんかこのコンさ、垂れなくない。うん、すごい。垂れてこない構造になってるのがすごい。美味しい、美味しい。何系？クリーミー系だね。さっき登場したのにもう自分のものにしてる。なんか踊ってる人いますね。戻ってますね。ケイト、ディズニーっぽいんじゃない？ケイト、ヨーロッパとか行ったらずっと踊ってんじゃん。来たい、ヨーロッパ。もうどこでもいいから行きたい。そこの建物の中、めっちゃ広かった。え？大学のキャンパスにもあったじゃん。めっちゃ広いでしょ。ちょっとちらっと見ていい？うん。とりあえず水だけ買おうと思ったら、ケイトじゃん。ケイトパッケージになってんじゃん。結構大変だったのよ、この日。あ、撮影？なかなか晴れ間出なくて。めっちゃ晴れてるね。うん、うん、結構待ったからね。スタンバイ長めだった。
なんやかんやでコリン村楽しめたからもう満足した。中にも入れるんでしょ、お金払ったら。うん、なんかすごい広いみたい。動物触れ合いとか、うんうん、お花畑とか。川も流れてんのかな。うん、すごいね。子供に絶対いいと思う、うんうん、キャンプ場もあるし、うん、アルパカの水もあるし。あ、間違った、ゲートの水だった。違う、やっぱり自分のパッケージの水は、うん、全然違う。美味しい。いいよ、別にこれにピンと合わせなくて。ということで、2泊3日キャンプ。ああ。アルニカ、アルパカ。アルパカ。アルパカにすればよかったか、アルルの名前。一文字違いだった、そういえば。いや、そんな、別に。すごいな、ケイト。何もすごくないし、そんな別に。何も。運命だな。アルニカ立てて閉じて立てて閉じてってやるのどうなんだろうって思ったけど、余裕の余裕しゃくしゃくすぎて余裕全然問題ない。これはもう今日キャンプここでするってなっても全然立てて全然るぐらい、2泊とかてか連泊余裕だわ。素晴らしい、もう最高のキャンプでした。あれだね、本州とかのさ、キャンプ遠征とかにはやっぱちっちゃいテントとかの方がいいのかなって一瞬思ってたけど、アルニカでも全然いいの、うん、逆にね、逆にあれだけで済むから、うん、はい、ちょっとなんか本当リラックスできていいリフレッシュキャンプになった。いや最高だった。今回は台風来てるからっつってさ、遠出のキャンプは断念したけど、次こそは多分遠出行けるはずなんだよね。マジで行きたい、うん、道北、道東あたり、どっちでもいいけど。どっちがいいかな。個人的には道北先に行きたい。海だから。この暑い時期ってさ、北の方って涼しいのかな。北に行っといて、次に道東。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。もうあの増えすぎて全員登場させることが難しくなってきてます。大したことないよ、4人だもん。やめて肘を気にすんの。